藤間でございます。今日も仮想通貨ニュースを読み上げて、ビットコイン、イーサリアム、パレットトークン、そしてファントムのチャート分析をしていきたいなと思います。このチャンネルでは仮想通貨や株などについて毎日配信してますので、投資に興味がある人やお金持ちになりたい人はぜひチャンネル登録をしてみてください。はい、じゃあね、今日もニュース読み上げたいなと思います。まずね、日本に関連する、記事ですけども、コインチェックにあったね、パレットトークンが、仮想通貨取引所バイビットに新規上場しましたってことで、まあ、それによって、一時期ね、パレットトークンの価格が一旦上がるってことなんですけど、まあ、その後どうなのかっていうところをね、ちょっとお話したいなと思います。パレットトークン持ってる人は、コインチェックだとね、手数料高いので、もし売りたいとかね、また追加で買いたいとかあれば、バイビットに移すのがいいと思いますので、動画の説明欄から、バイビットの口座登録してみてください。バイビットの方が多分桁違いに手数料安いと思いますのでね。うん、まあ一応このニュースはポジティブにしようと思います。じゃ次もまた日本のニュースですけども、寿司渡りっていうね、東京渋谷の有名なお寿司屋さんがあります。これ YouTube チャンネルもやってるのですごい有名なお寿司屋さんなんですけども、NFT 化した電子マグロの初競りオークションの開催を発表したっていうことで、1月にね、マーケットプレイスの七草城で、電子マグロがまあ可愛いけどね、これがまあ売られると。でこれが、売り上げによって実際にね、食べ放題で提供される寿司グレードが変わるっていうことですね。最初はお茶とガリなんだけど、だんだんね、小肌、イカブリ、ヒラメとか中トロとか上がっていって、最後はマグロ解体ショーもやるってことです。マグロ解体ショーをやるためには5000マティック必要です。だいたいね、150万円ぐらい総売上が。ということになっているということですね。銀座渡りってね、寿司スワップで、お会計をね、決済できるんですけど、寿司スワップで決済を行った人に発行された、寿司で決済を行った人に対しては、会員権の NFT っていうのがもらえます。で、それを持ってる人であれば、この食べ放題イベントに無料で参加できるということですね。ということで、まあ、仮想通貨をね、寿司屋から盛り上げるという、立派な寿司屋なんですけど、実は僕この寿司渡りに、来月行く予定があるんです。実はね、予約したんです。実はまあちょっとね、このチャンネルにも出たことあるある人と、行く予定なんですけど、まあそれを YouTube にはしないかなとは思うんですけど、ちょっとプライベートでね、行ってくるんで、まあちょっとまた感想とかあれば、チャンネルで伝えていきたいなと思います。この記事はもちろんポジティブです。じゃ次が、仮想通貨取引所の FTX が銀行がステーブルコインの取り扱いを開始する場合に約1億円を用意するっていうことを、まあ、ツイッターで言ったということでした。ステーブルコインの促進について考えていると。銀行側は説得するために一体どれぐらいのコストがかかるのか。各エリアで最初に導入を決めた銀行に100万ドル渡すというのはどうだろう。この件について議論した銀行関係者はいないかっていうことを、まあ、ツイッターで、まあ、言ってるところですね。まあ、実際にそれで食いついた銀行がいるのかちょっとまだわかんないですけど、まあ、FTX としては、まあ、ステーブルコインをね、いろいろ広めていきたいというのもあるんですけど、まあ、銀行、まあ、世界中の銀行はなかなか硬いですから、なかなかね、仮想通貨取り扱うってところまで行ってないんですよね。だからこういうね、その仮想通貨取引所からなんかそのイベントをやることによって銀行側が動いたらいいなというふうには思ってます。はい、この記事ももちろんね、ポジティブにしたいなと思います。今日はね、またツイッターでね、紹介しようと思います。今日僕がね、リツイートした、記事なんですけども、ビットコインの価格帯についてね、2022年のうちに3200万ぐらいまで上げるんじゃないかみたいなね、そんな感じの、まあ、分析をしている、ツイートなんですけど、これはね、ブレイクっていうね、あんまりちょっと有名じゃない人がツイート、これフォロワー5000名ぐらいの人が言ってるんですけど、まあ、2013年のバブルがあって、2017年のバブルがあって、まあ、今のバブルがあるんだけど、フィボナッチを引くと、フィボナッチというかね、ベアマーケットベースメントっていうことで、ファーストフロア、セカンドフロア、サードフロアっていう風に、まあ、段階分けをしていったら、
ちょうどトップぐらいが2022年の間に、28万ドルぐらいになると、まあ、日本円で3200万円ぐらいになるという試算もできるよねっていうふうにまあね、ツイートしてました。まあ、こんな感じで結構海外の人たちはね、前のバブルと比べてどうかっていうところを見たりしてるんで、まあ、そういうの見ながらね、今のバブルの天井どれぐらいかってことを計算してもいいかもしれませんね。ちなみにね、これは、ちょっともう一つの見解があると思うんだけど、2013年と2017年、よく見たら白い線でね、上昇トレンドラインが実体線に引かれていますよね。で、今も一応引けて、これを割ってきたら、もうバブル崩壊だよってことが言いたいみたいですね。うん。だから例えば、3200万まで上げた後に、セカンドフロア、サードフロアの、13万ドルぐらいかな。だから、1500万ぐらいを割り込んだら、もうバブル崩壊じゃないかという感じですね。うん、面白いと思います。ということで、今日もね、チャート分析いきたいなと思います。ビットコイン下げましたね。予想通りだと思います。一応短期的には一旦4万7000ドル、なんか単位ね、もうごちゃごちゃなるよね、仮想通貨でね。4万7000ドルまでやっぱ下がりましたね。で、一応反発して今4万8000ドルって感じなんですけど、まあもう年末もね、かなり近くなってきたので、結構もう、しばらくまあやっぱ出来高が入ってないんですよね、ほんとね。まあ最近見たらわかると思う。出来高下がってきてるので、この辺でもう一旦今年はね、もう終わりなのかなと思ってます。この辺の5万ドルぐらいの価格帯。で、まあ、今ね、5万2000ドルに、ま、レジスタンスあるっていうのも明確にわかるんですけど、まあ、もう一回しっかりね、5万2000ドルを超えてこないと、まあ、ちょっと厳しいですよね。しばらくこの辺でもちもちしながら落ちるって可能性もありますので、まあ、ちょっと大陰線出ましたね。でも、今日僕ね、ロング追加しました、ここで。ここまで落ちるの気がしたので、4万7000ドルで再度ロング追加してます。まあ、長期的には強気目線なんでね。引き続きね、僕はバイビットで、リバレッジ3倍で長期ロングしてます。じゃあ次、イサリアムいきます。アルトコインもね、全体的に、かなり下げてしまいました。アルトもね、まあ、ちょっと厳しいですね。特にパンダが悪いコインは本当に下落トレンドずーっと続いてるっていうかね。うん。まあ、イサリアムはね、下落トレンドとまでは言えないんですけど、まあ、今、ペナントですよね。多分まあ今こういうペナントなんでしょうね、きっとね、結局。こういうウェッジっていうよりは、まあ、今はまあざっと、まあこんな感じの、ペナントだと思います。ここちょっと上昇トレンドは消して、ちょっとこれも消そうかな。あ、いや、これはいいけど、下の線をね、ちょっと引いたら、うん、多分これが相当意識されてると思うんですよね。こういう線。この三角が多分意識されているので、まあ今一番下まで落ちてきたんで、まあ押し目なんですけど、まあ下に抜けるって可能性もあるんでね、あんまりちょっとここで、全力で短期でレバレッジかけてロングとか多くなくて、まあ長期ロングするのはいいと思います、ここで。ここで入って、もっと高値、100万円とか200万円とか超えてきて、利確するための長期ロングだったといいと思うんですけど、でも出来高もこんだけ下がってるんでね。やっぱりこっからちょっと今すぐに爆上げって感じじゃないと思う。この辺で持ち合ってから、しっかり上に抜けてからの爆上げじゃないかなと思います。まあ年明けなんじゃないかなと思ってます。じゃあ今日久しぶりにパレットトークンやりましょう。パレットトークンね、バイビットに上場したので、昨日かなりね、ボンと跳ねてたんですけど、結局ね、全戻ししてるんですよね。今日朝見たらね。だからね、やっぱりね、日本初のプロジェクトってダメだと思うんですよね。まあ僕ももちろんもうとっくに全部売ったし、日本のプロジェクトってだけで基本的に信用してないんです。あと、買ってるのが日本人だけ、ほぼ日本人っていう、まあネムとかジムとかもほとんど信用してないんですけど、こういう、結局日本人ばっかり買ってるコインってね、もうめちゃくちゃ下げるんですよね、結局ね。海外で結局人気ないと意味ないっていうか、こんな感じです。チャートが長期的には表示できないんだけど、この1週間ぐらいチャートだと、もうダラダラダラ下がって、で、バイビットの上場で一旦ね、
45ドルから55ドルまで、45円から55円まで上がったけど、結局全戻しするって感じで、全然良くなってない。一時的な、まあ、爆上げって感じ。なので、僕は正直ね、このパレットトークンを持つぐらいだったら、このパレットトークンをもうバイビットに送ってしまって、バイビットで利確して、それをテザーにして、テザーで今調子がいいね、メタバース系のコインとか、まあ、Web3 系のコインとかを仕込んだ方がいいと思う。これ持つぐらいだったらね。なんか役に立つか分かんないしね、このパレットね。ということで、ちょっとボロクソ言っても申し訳ないんだけど、僕はあんまり投資する価値はもうないかなと思ってます。まあ、あれはしましたけどね。僕も、抽選で当たったんで、10倍ぐらいにして売りましたけど。はい、じゃあ次に、ファントム。これやったことないかもしれないですね。FTM って書いてファントムなんですけど、ファントムが、ここ数日ずーっと上げてるんですよね。今日もね、一応 5% ぐらい上げてたし、なんかずっと陽線続いてるんですよ。強いんですよね。で、こいつはね、こういう下落トレンドを上に抜けたんですよね。まあ、こういうウェッジだったっていう感じ。あ、ウェッジっていうか、平行チャンネルだったのを上に抜けてきたんで、ちょっとね、今から強い上昇来そうな感じがします。で、今こっちの100日取引線も超えてきたので、この辺でしっかりね、底が試した後に上に飛んでくるかなと思ってます。今 2.3 ドルぐらい。最高値が 3.5 ドルぐらいなんで、最高値まで来るだけで、まあ、1.5 倍ぐらいにはなりそうだしね。まあちょっと、まあ時間はかかるけど、ゆっくり最高値更新していくような感じになるので、まあ短期的にね、上げそうなコイン買いたいって人は、このファントムっていうね、FTM ってコイン、バイビットかバイナンスで、買ってみるといいんじゃないかなと思います。はい、というわけで今日もね、仮想通貨のニュースとね、チャート分析をしてきました。今日の動画役に立ったって方はぜひチャンネル登録と、動画のグッドボタンお願いします。そして僕の著書が1月11日に発売します。Amazon で予約した方だけ2022年の藤間式仮想通貨戦略っていうね、これも読めますので、来年も投資する人は1650円かかって申し訳ないんですけど、ぜひ買っていただけたらなと思います。結構ね好調で、もう一応ね予約開始してから1ヶ月ぐらいになったんですけど、未だにね Amazon の売上ランキングでね一応20位以内には常に入ってるんで、なかなか僕そんなにまだ有名じゃないし、仮想通貨っていうか結構ねニッチな業界にもかかわらず結構ね、検討してるなというふうに思ってます。はい、そして動画の説明欄に僕がおすすめしている仮想通貨取引所を紹介しております。キャンペーンでね仮想通貨がもらえるような取引所もあるので、ざっと見てもったような取引所があったら登録をしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。藤間でした。また明日。仮想通貨投資をやるなら、動画の説明欄にあるバイビットも必ず使った方がいい取引所になりました。もともと世界第2のデリバティブ取引所として FX がメインだったんですけど、最近は40種類以上の仮想通貨の現物取引もできるようになりました。将来的にはね、バイナンスと肩を並べるような総合的な世界トップクラスの取引所になるらしいです。入金方法は、他の日本の取引所から仮想通貨で送るっていう方法ができるんですけど、もう一つは、KYC 認証、本人確認をすればクレジットカードで仮想通貨を購入できるというシステムを導入しているので、日本の皆さんもとても使いやすい取引所になってます。でしかも、バイナンスよりね手数料が全体的に安いので、僕は結構バイビットを、メインとして使っています。ぜひ動画の説明欄から登録してみてください。いろんな仮想通貨をトレードしてみたい人はシンガポールの取引所のビットゲットもおすすめです。ビットゲットは世界第5位の大きな取引所になっていて、50種類以上の仮想通貨の現物取引と20種類以上の仮想通貨の FX 取引ができます。特に FX 取引は上級者のトレードをそのままコピーするっていうコピートレード機能、トレがあって、それがなんとねワンタップでできるっていうのが便利です。動画の説明欄のリンクから口座登録すれば500円相当のドルがもらえるのと、手数料が永年 10% オフになります。そして、初めて入金した人は 5% のキャッシュバックがあって、最大ね5500円分の US ドルテザーがもらえます。ぜひ登録してみてください。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。藤間の YouTube メンバーシップでは月990円で週に1回の
投資に関するコラムを投稿しております。そして、月に1回僕に質問ができる質疑応答動画も投稿してますので、ぜひ入ってみてください。そしてツイッターやインスタグラムの方でも投資に関する話や僕のプライベートなども投稿してますので、ツイッターとインスタグラムぜひフォローをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。